仙北ライナーは南海電気鉄道と仙北高速鉄道が南海高野線、仙北高速鉄道線で運行している特急列車である。種別を表す色は金色である。ロゴにデザインされていたもの、南蛮駅泉中央駅間で全車座席指定の4両編成で運転される。朝と夕方から夜間にかけての時間帯に運転されており、運行開始当初は平日は、 上り7本下り6本、土休日は上り寄り、各8本ずつ運転されていた。2017年8月26日のダイヤ改正からは、平日ダイヤの上り寄りそれぞれ5本、土休日ダイヤの上り寄りそれぞれ4本が増発された。英語表記は、リミテッド EXP 千木ライナー。南波と泉中央を最速29分で結ぶが、 仙北高速線内に対比駅がないことから所要時間が区間急行や準急行と比較して数分程度しか変わらない列車が多い。現行ダイヤでは堺東駅にて準急行を追い抜く列車も設定されている。運行開始当初のユーラッシュ時は仙北線直通列車として区間急行または準急行と共通のダイヤパターンに組み込まれて 運行されていたため、約10分間隔で運転されていた、区間急行または、準急行が、当列車を挟んだ場合に、約20分間隔となり、日中よりも、運転間隔が開くことが問題となっていた。2017年8月26日のダイヤ改正で、ユーラッシュ時以降に、戦北線に直通する区間急行は、すべて準急行に格下げされ、 当列車の有無にかかわらず、準急行が約10分間隔で運転するダイヤとなり、この問題は解消されている。利用区間にかかわらず、大人510円、小に260円。荒野、林間、天空、サザンの座席指定車、ラピートに乗り継ぐ場合は別料金となる。現用車両運行開始当初の使用車両は1万1000系であったが、1編成しかなく、 高野線系等の他の特急車両も予備車がないため、検査時には南海本線の一万二千系を一編成借り入れて使用されていた。町開きから、仙北ニュータウンが五十周年、トリベール泉が二十五周年を迎える二千十七年に向けて、当列車の専用車両として南海一万二千系をベースとして製造された、仙北高速鉄道一万二千系が導入され、 同年1月27日から運行を開始した。外観や内装のデザイン、液晶ディスプレイ式の車内案内表示装置の採用、車両のすべての照明に LED が使用され、形式も20番台となるなど、南海車両と異なる点も多い。同年8月26日のダイヤ改正からは、本数の増発に伴い南海1万1000系を再度、運用に復帰させて、 県に編成で運行するようになったが、千北高速鉄道12000系及び、南海1万0系が検査を呼び、南海1万0系が臨館のダイソーを実施する際には、従来通り南海12000系を1、編成南海本線から借り入れる。2018年8月20日から9月22日まで、千北高速鉄道と南海の12000系、同士を交換して、 両社の特急を運行する企画が行われた。すなわち、南海本線、サザンに、仙北高速鉄道の12000系を重当し、本列車には、大掃除と同じく南海12000系を運用した。このため、譲渡された3000系を除くと、仙北高速鉄道の車両が初めて南海本線で営業運転を実施し、また、仙北高速鉄道の車両が、 史上初めて営業運転で和歌山県内に入選している特急サザン運用時の仙北高速鉄道12000系和歌山公駅にてありがとうございます。